疲れ様です。お疲れ様です。先日試合お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、でも桜は満開、俺の心はボロボロでしゃあない。そのギャグ言えるんで大丈夫そうですか。桜は満開、俺の心は散ってしゃあない。ありがとうございます。はい、ということで、いやもう一人で調子こいて散ったわ。いやほんま調子乗った、ほんま傲慢になった。反省会したんすか。え、一人で反省会、一人で反省会したです。あんだけ調子こいて、今までの試合はそれいろいろ考えて不安と戦って、1ミリも負けることなんか考えんと、はい、なんも当たったらモテんやろ思ったら、まさかの負けるって、もう俺の心はここ縫われたんですよ。はい、心を縫ってほしい。それはちょっとなんか女の子とかに。でですね、はい、今日はですね、はい、これ持ってもらっていいですか。もう試合から何日経ったんですかね、今5日、5日、はい、5日ちょうどいい、今からあの抜粧します。こう、ここ、俺これ切れたって全然試合中知らんくて、またバッティング思って、でも俺下着なくて、はい、向こうがぶつかってきたと思って、あ、それで切れたと思ってたんですよ、はい、ほんな後から見たらごっつうまい膝蹴り蹴ってましたやん。人の顔膝切りとかしたかんねん、あいつ。いや、そういう競技なんですよ。だからなんかちょっとなんかちょっと当たったなと思ったんですよ、うん、絶対バッティングやと思ったんですよ。ほんならめちゃくちゃうまい膝でしたやん。え、結構だって血僕ら見てた出てたんですけど、分かんないんですか、こう出てる。全然あの時は気づかんかった。ほんで控え室っていうか、はいはい、もうやってもたわ、調子こいたわ、はい、言うて、あのドクター室行ってグローブ取るんすよ、はい、で取ってもらったら縫わなあかん言われて、それもう心縫ってとか言って、ならまさかのこう縫われたと。はい、でどないしたんすかこれって、またバッティング俺したんすかって、しないでしょ言ったら、はい、ちゃうかったっす。で今日がバシビで、今日がバシビっす。もう5日経ったんで、はい、5日経ったら、病気かなくていいんすか。バシっていうのは自分でするんですよ。え、自分でするんですよ。バシは、いや僕も縫ったことあるんですけど、だいたい5日から1週間以内にもう一回病院行って抜歯しに来てくださいっつって糸抜かれますよ。あ、それギャル時代ね。それギャル時代ね。ギャル時代、今の時代は違うんですよ。あ、そうなんですか。ガングロが、ガングロが流行ってる時代はそうやったんですよ。10年15年前は。そうそうそう、今は違うんです。もうちょいしたら多分縫うのも俺自分で脱ぎ出すからね。まずこれこうやる。でも俺嫌いなんですよ、塗った後にこうテープ貼るって、はいはい、あんまり好きじゃなくて基本貼ってないんですよ。ほんならこうやって取れてくるんですよ勝手に。あ、そうなんですか、うん、それも取れてるんですね。これだいぶ取れてきて、あ、俺何針、10針か何針か分からないけど塗って、はい、もうこうあと2針ぐらいしかないんで、これはこういってここのね、こうね、こう切るんですよ。あれ佐藤さんちょっと、そうですね、ここはねこう切るんですよ。いや痛いな。切れたでしょ。これをね、これをこうやら、ほら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 抜けた。一本抜けました。めっちゃ今回のやつめっちゃ簡単やな。でこれでしょ。これ。はい抜けた。ほら。はい綺麗に。でも大丈夫なんですか。すごいですか。5日前目であんな血だらけやった顔がほらもう元通り。本当だ。こうやってやります。バッシュは。え、これいつも自分でやってんですか。いつも自分でやってます。だってみんな勝手に抜い倒すから、うん、試合終わったら良い子はみんな真似してください。いやいやダメっすよ。はい、じゃあということで、あの、はい、無事バッシュは終わりましたけど、はい、今回あれっすね、コウジ君バッティングしてなかったっすけど、はい、逆に すごいバッティングされてませんでした。ドーンでしょ。はい、昇竜拳されたんかな思ったんですけど。はい、まあ基本的にライジンのレフリー寝てますからね。はい、見逃したされたってことですね。多分寝ちゃんで、でまあほんでその後多分ジャッジも見たんですか。え、まさかのなんか一個俺に入ったでしょ。はい、入りました。あれ俺そう思ったんですね。あれじゃ自分でってことですか。逆にやばいだろう思った。あれでもし俺勝ちとかにされたら俺多分もうやばいでしょ、多分。全国民に。俺、やばいだろうと思ったんですよ。まあまあね、人間ですから、はい、ジャッジしてる人はね。でもあれですね、じゃあ、雷神のジャッジ、コウジ君がされたバッティングの時に寝てるっすけど、コウジ君がした時めっちゃ起きてますね。そういうことです。
俺の時めっちゃ怒ってきます人生ですよ、これも全てね、うん、まあ前向いて生きていきましょう。はい、はい、いやでも本当お疲れ様でした。はい、俺に触れたら全部あれですよ、金に変わるんですよ。俺これから金玉って呼んでもらおうと思って。意味わかりますよ、ね、いやわかんない。俺に触れたやつって全員出世していくんですよ。はい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 、まあ、確かにそうですね。選手全員、はい、まあ梅野もそうでしょ、うん、ヤーマンもそうでしょ。だから俺も金玉って呼んでもらおう。俺に触れたら全部金に変わっていく。なんで玉なんですか , 笑いも必要や。ゴミさんに金玉って言ったしさ。ああ、まあ確かに。はい。で何ですか今日は。で今日はですね、あの先日もちょっと発表させていただいたんですけど、はい、あの無事ボリューム1 2月5日に開催した成り上がり。はい。これのアマチュア大会を5月の14日東京、21日大阪で開催するにあたって、ちょっとあんまりこの動画内で今回の成り上がりについてちょっと触れられてなかったんで、ちょっとこの辺を2人でこういう大会だよみたいなのを皆さんにお伝えできればなと思っています。はい、ちょっと僕らも先週コージ君の試合の前日かな、告知を出したんですけれども、ちょっと今の告知のね見え方がちょっと僕らも間違っちゃったというか、間違ってはないんですけど、次、2023年8月9月に成り上がり本戦ボリューム2をねこう予定してるんですけど、そこに向けてのまあちょっとオーディションも兼ねたアマチュア大会みたいな感じで今結構 SNS で告知をしてしまったんですけれども、それだけではなくて、まあ日頃から格闘技ジムに通っている方だったりとかが、まあ一個の集大成として発表の場として、まあ手軽にも出れるアマチュア大会にしたいっていうのはずっと浩二君おっしゃってたんで、ちょっとそこの部分の訴求がちょっと僕らの方でうまくちょっとできてなくて、今だと結構その本戦に出たい人募集みたいな感じになっちゃってるんで、その辺をちょっと浩二君の口からもこう動画を通して、だからはっきり言ったらほんまにアマチュア大会ですよね。はい、まあ成り上がりのリングに上がってる人たちは、うん、まあセミプロ、まあプロ、はい、元プロもいるし、現役バリバリのね平山みたいな、うん、現役バリバリのプロもいるし、ほんまにセミプロみたいな人もいるし、どっちかというとプロよりいいじゃないですか。はい、で今次、5月に開催しようとしてるのはもうがっつりアマチュア大会で、はい、俺がいつも言ってるように成り上がりのリングはその自分が成り上がりっていっぱいあるじゃないですか、はい、経営者になりたかったり、ほんまに格闘技で成り上がりたかったり、いっぱい人にそれぞれ成り上がりの形はあると思うんで、そのまんまですよね、うん、その形をアマチュア大会でも出してほしいっていうのがあって、もうがっつりアマチュア大会です、はい、だから成り上がりの本戦を目指す選手も出てくれてももちろんいいですし、うん、もうそうではなくて、フィットネスでキックボクシングされて健康でされてるけどちょっと殴り合いもしてみたいっていう方が出るのも OK やし、うん、はい、何が OK 何がダメっていうのは全くないですよね。じゃあもちろん素人も OK ってことですか、ね、もちろんです、もちろん素人というかね、はい、まあまあ格闘技をやってみたいとか、はい、まあ、実際やってる人ですよね、はい、は全然入ってきてもらっても構わないですし、はい、ただ俺が言いたいのはその成り上がりの本戦、うん、は、次ボリューム2をね、はい、8月ぐらいに開催しようと思ってますけど、はい、そこはその何も努力したことないやつが上がるリングではないと思ってるんで、うん、そのアマチュア大会に出てやっぱり自己プロデュース苦手な人もいると思うんですよ、はい、やっぱりオーディションを先にしてしまうと、うん、やっぱり実力はあるのに自分をアピールするのが難しい人って絶対いるじゃないですか、はい、この間の第1回大会の時もオーディションに来た選手の中で多分もっと強いやつっていたかもしれないです、はい、でも自己プロデュースがなかなかうまくいかなくて埋もれてしまった選手っていっぱいいると思うんで、うん、そういう選手はアマチュア大会に出てもらって圧倒的な実力を見せてもらったら自分らはもちろん推薦させてもらうし、はい、ってなったらおのずとちゃんとガチの大会になっていくんじゃないかなと思って、はい、うん、はい、だから俺がいつも言ってるように、自己プロデュースがあって実力ではなくて、実力があっての自己プロデュースがついたらいい格闘技界になるんじゃないかなって俺は思ってるんで、うん、だからそこを目指して自分ら運営も頑張っていきたいですし、はい、選手も頑張っていきたいんで、うん、次行う5月大会は本当に、もう全格闘技に興味がある人はもう全部出ていただいて、はい、その中でほんまに成り上がりに出たいっていう方は自分らが推薦させてもらいますしっていう感じですね。はい、ありがとうございます、はい、ということで皆さん引き続きご応募の方お待ちしておりますので、ここでね俺は思うんですよ、16歳から今そうです、16歳からやっぱ16歳からってやっぱり最近の格闘技界ってもっと若いんですよ。やっぱプロでガチガチでチャンピオンになりたいってやつはどんどん若くなっていってるんですよ、始めるのが。あ、いや、どういうことかって言ったら、この子供たちにやっぱキックボクシングをよりね頑張ってほしいっていう思いもありますし、でも、
結構あれなんですよ、防具費がかかったりね、親御さんもお金かかるわけですよ、うん、でアマチュア大会出るのもやっぱりお金、それは当たり前じゃないですか、はい、お金参加費もいりますし、やっぱ何かとお金がいるんで、はい、だからそこでやっぱりジュニアたちも出れる機会を作って、なんか俺はなんか賞金トーナメントみたいなのをしたいなと思って、あ今回のアマチュア大会からってこと、はい、じゃあ16歳からではなくて、もう小学生とかも出れる、もう小学生からも出れるようにしたら、よりなんか明確な舞台を目指せるんじゃないかなと思うんですよ、はい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 、でちっちゃい時からそういうメディア慣れみたいなのしてたら、うん、あの大きくなった時にね、あのすごいこう活躍しやすいと思うんで、はいはいはい、ちっちゃい時から自己プロデュースもできたらいいなと俺は思ってるんで、うん、そういう意味であのジュニアもやりましょう、アマチュア大会今回のってことですね、はい、ジュニアだとじゃあ小学校1年生ぐらいから中学生ぐらいですか、まあ小1から中3じゃないですかね、で16歳から今だともうプロっていうか大人と一緒なんで、大人とやれるんで、まあ実際自分もそうやったんで、はい、中学卒業するまでの子と小学校1年生までを、うん、まあ、体重別ですよね、そうですね、まあ、体重となんかこうちょっと、うん、この辺はちょっとこれからあれしますけど、作ってもらって、はい、もうでもあれしてくださいよ、僕もうなんていうのテロップじゃない画像でもう、あすぐ、はい、はい、やる賞金、うん、また工事金かいやって言われるかもしれないですけど、まあ金とかどうこうじゃなくて、はい、やっぱり高いんですよあれ、うん、格闘技の防具とかも、はい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 、で俺もあのちっちゃい時格闘技してたんで、あの分かるんですけど、すんごいこうボロボロのつけてね、みんなやってるんですよね、うん、はい、ちょっとでもいい環境で練習してもらいたいんで、うん、だからもうお金というよりも商品券とかでもいいじゃないですか、はいはいはい、はい、ちょっとお金っていうのはね子供にはやらしいってなるんやったら、うん、まあ、その辺は考えて、はい、というかやっぱ俺発想力あるな何ですか、いやこれ MVP か、はい、優勝者は俺が買い物連れていきましょうか、うん、おう、いいじゃないですかね、俺がその子と、はい、なんかね、はい、連れていきますよ、じゃあ今回って大阪と東京で要はキッズたちのトーナメントもやったら、多分両方のいわゆるチャンピオンっていうか、まあ勝ち抜いた子たち出てくると思うんですよ、そうですね、それのあれはどうします、そのトップ決定戦というか、ライジンのリングでそこ成り上がりじゃなくてライジングいけるんすか、いや、やっぱ俺が一枠抜けたんでね俺の一枠空いてるんで、そ大晦日かなんかに抜ける、はい、大晦日俺の一枠そこを争って、おおめちゃめちゃ成り上がらせますねいや、まあまあっていうのはまあ冗談で、はい、あれはしましょうよ、成り上がりには出しましょうよ、本戦の本戦、はい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 、キッズでだから佐藤さん言い張ったように大阪大会優勝したキッズ、まあ40キロでもいいじゃないですか、はい、例えばですよ、40キロトーナメントで優勝した少年と、はい、東京で40キロトーナメントで優勝した少年を、うん、これ全国1位、はい、チャンピオン決めるために、なり本戦の成り上がりのリングで、まあ放送ありのところで、はいはい、やったらいいですよね、うん、小学生にとかが入場してくるってことですか、あの花道を、そういうことです、へえすごい、まあ夢あるっすよね、じゃあその少年たちは、もっとでっかい舞台でってなると思いますし、はい、うん、素晴らしいんじゃないですか、でそこで優勝した子はまた後日浩二君とお買い物というか、まあ、格闘技のその用品だったり買いに行くっていうのがご褒美というか、はい、へえ、これは小、そうですね、嬉しいよね、いやいいっすね、夢あるというかね、うん、たらふく買いますよ俺が、マジっすか、はい、親御さんまで来ちゃうかもしれないお母さんブランドバッグ持ってくるまあまあまあ可愛かったらええですけどあともう一つ言いたいのは、こういうちゃんと俺がええこと言ってるところをヤフーニュースなりニュース会社を上げなあかんのですよ、俺がいらんこと言ってるとこばっかりピックアップするから俺はこの成り上がりのリング何がしたいかっていうと、やっぱりこう自分がね、ほんま自分の体験談っていうんですか、うん、自分自身がやっぱり15歳から高校行けずアホやったんで、高校行かんと格闘技の道に行ったわけですよ、はい、そっから K1 に上がる、日の目に浴びる、飯食って行けるまでに11年かかったわけですよ、うん、で、やっと食えるようになって、その当時はもう K1 もなくなって、なかなかこう大阪の通訳たちが K1 とかに上がれなかった時代なんですよね、はい、でまあ自分で言うのなんですけど、なかなか苦労したというか、はい、どうやったらこう飯食えるんかが意味がわからんかったわけですよ、うん、でそれを奇跡的にね、たくさんの人に支えられて今があるわけで、
俺の例はこれ奇跡なんです、ほんまに、うん、まあ、いつも言ってるますけど特別強かったわけでもなく、うん、やけど自己プロデュース張り切ってこうなれたわけです、みんなのおかげで、はい、だからこれを一人でも、今はもっといるから強いやつ、はい、もっともっと強いやついてるから、この若い子たちをどう早くフックアップして、俺は26歳でこうなったですけど、で33歳でこうなったですけど、それをもっと20歳とか、はいはいはい、マジでもっと若くていいと思うんです、うん、ゴルフとかでもすごいじゃないですか、はい、若い時から活躍するじゃないですか、だから将来こういろんなことをこう思春期に考えれて、うん、どんどん成長していって大人になったら第二の人生とかもいけると思うんですけど、俺ら格闘技って遅咲きというか咲くのが遅かったら人生やり直し聞けへんじゃないですか、うん、26歳とか27歳でやっとちょっと飯食えるようになったからって怪我してしまったら修復が効かないっていうか、はい、はい、多分分かると思います、伝わってますね、伝わってます、効かないわけですよ、はい、これが若い時から活躍できて、うん、例えば17、18で活躍してて、あ怪我しちゃったって、もう第二の人生やり直せるわけですよ、うん、だから俺はもっと若い時に地方の選手とかがもっと活躍できる場を作りたい、うん、でそういう意味で成り上がりっていうのを作ったわけです、はい、だから俺は格闘技界をぐちゃぐちゃにしたいとか、うん、もうそのどこどこで頑張ってる選手を引き抜きたいとか全くないんですよ、うん、今ちゃんと所属してるジムの会長さん、うん、お世話になってる方々にちゃんと了承を得て出てきてほしいんですよ、はい、で俺たちはあの応募用紙が来てるイコール、うん、あもうそんなんは了承してると思うから、もちろん使わせてもらいますよね、はい、出場させてもらったら、あのいやこの、こいつが勝手に出てたみたいなね、うちのジムはそういうの聞いてないみたいな、やっぱりそうなってきたら筋道の話でやっぱりややこしいことになってくるじゃないですか、うん、はい、やっぱり俺たち成り上がりは引き抜いたとか、うん、そういうことは俺らはまあ一切してないし、はい、一切そういうことをしたいわけじゃないから、うん、あくまで個人スポーツなんで自分がこう成り上がりたいと頑張ってる選手を、ただ俺たちはちょっとでも力になりたいってなってるだけやから、はい、思ってやってるだけやからね、うん、だから全然成り上がり所属の選手じゃなくていいし、なんならいつも言ってるようにこの成り上がりを踏み台にしていろんな団体に行ってくれて、はい、いろんな団体盛り上げてくれたらいいわけじゃないですか、はい、だから実際ね、あの矢島選手、はい、なんかある大会に出て成り上がり効果でメインイベントをさせてもらったって、はい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 、でそこであの勝ってまた復活を遂げ張って、はい、矢島選手今いい感じにいってるんですけど、うん、こういうのが一番理想なわけですよ、はい、ちょっとでも成り上がりの効果で、うん、まあ中堅ぐらいで試合してた選手がメインイベントでさせてもらえるって、うん、これすごいいいことじゃないですか、はい、俺はこういう風に大なり小なり何かの力になればいいなっていうリングが成り上がりなんで、はい、それをちょっとみんなあので出場選手はよく考えてお世話になってる方たちが嫌な思いしないようにね、うん、してもらえたら一番いい大会になるんじゃないかなと思うし、足引っ張られないですよ、自分が大きくなった時にやっぱり嫌ことばっかりしてたら、うん、筋道通せんかったら自分が出世した時とか出世しそうな時に絶対足引っ張られるんで、はい、それだけはね、こういうとこをニュースにせよ、ヤフーニュースっていうね、はい、記者の皆さんお願いします、はい、という感じで、はい、あのいい、ね、団体にしていけたらなと思うんで、うん、なんかいろいろ次の成り上がりに向けて水面下でまたプロモーターというかプロデューサーとしてもいろいろ動かれてるっていう、そうですね、はい、もうアマチュア大会はしっかりあのそういうふうにやって、はい、いろんな選手にねチャンスがあるようにできたらなと思います、うん、だって50歳だろうが、はい、格闘技本気でやってる人もいていますから、うん、そういう人が輝けたらいいなと思ってますし、あと本戦のね、はい、8月に開催するやつはもうその成り上がろうと、まあ、成り上がりボックスから始まり、はい、ISK のね、はい、タイトルマッチとかもやれたらなって俺は思ってて、はい、もうこれもほぼもう発表できるところまで来てるんで、はい、まあ誰が挑戦するのかでも楽しみにしておいてもらえたら嬉しいですし、うん、あと木戸選手、あのもうゴリッゴリ榊原社長に言ってるんで、俺もう俺の形見として木戸さんを使ってくださいと枠が開くからゴリッゴリもう昨日も言ってきたんで、はい、俺の形見ですって木戸さんを差し上げますと言うてやってるんで、はい、まあまあまあそうね、あの成り上がりからライジンに出ていってる選手、出ていってくださるって言ったらおかしいけど、選手もね出てきたら嬉しいし、まあどんどんそういうことをしていきたいですよね、うん、うん、そういう大会にできればいいですよね、はい、頑張りますので、はい、じゃあ、あと成り上がりボックスで俺これ思うんですよ、成り上がりボックスで、ね、ちょっとあの担いでね、
その辺の海に持っていかないですか。夏っすよね。ほんで成り上がりボックスで喧嘩自慢とやらしてみたみたいな、はい、面白くないですか。確かにそれちょっと全国 のこれから海の家をやる皆さん、成り上がりボックスかける海の家で、はい、ちょっとこの夏面白くないですか、はい、イベントを面白くないですか、ね、マジで面白いです。で成り上がり の学ぶとか連れて行って重鎮っすね。そう成り上がりボックス重鎮連れて行って学ぶに勝ったらなんとかみたいな、ちゃんとね誓約書してもらってやったら面白くない。確かにそれちょっと多分連絡来ますよ、ね、はい、ちょっとお願いします海の家の皆さん、はい、まあっていう感じでね、はい、なんかちょっとでも格闘技が話題になれるようにどんどん成り上がりも頑張っていきますので、はい、成り上がりの応援をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとなんか何を見せられるのかと思ったらセルフ橋から始まりいやいや、これがやっぱり一番重要ですよ今日の鍵は。やっぱり自分の体なんで、はい、体自分が一番分かってるんでね、うん、まあ、バシとか自分でするもんですよ、ほんまに。誰もしたことないさ。まあ、っていう感じで、はい、今後とも、成り上がりの応援よろしくお願いします。お願いします。